もう寝れます。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。アーカイブ聞いた。アーカイブあるんですもんね。どれぐらいの期間あるのかわかんないけど、アーカイブもあるらしいです。こんばんは。こんばんは。ミレイちゃんが最後の配信でプルーさんでスタバに行ったのが楽しかった。かわいい いつかは覚えてないけど行ったの覚えてます そんな、なんかちっちゃい出来事話してくれたの優しいですね。嬉しい。私も覚えてるよミレイちゃん。こんばんは。いつだろう、めっちゃ前だよ。何年前ってぐらい前だと思う。こんばんは。そう、めっちゃ前。いつだろう。でもめっちゃ前だし、寒かったと思う 暑くはなかったかな。寒い時期だった気がするけど、わかんない、間違いかな、曖昧。そこら辺が。でも行ったの覚えてる。こんばんは、ありがとう。ギフト本当、なんかお風呂上がったから暑すぎる。なんか最近っていうかさ、ここ数日ぐらいそんなさ暑い感じしなかったけど、今はちょっと暑いかもしれない。こんばんは。今日はね、もうずーっと寝てました。ずーっと寝て、ずーっと寝てましたね。夢を思い出した。なんかね、なんだっけ、なんか夢はわかる。夢は今でもなんか結構印象的すぎて覚えてるんだけど、夢占い、なんだっけ、なんかね、新しい環境がどうたらこうたらみたいな結果だったけど、はてな なんか新しいなんか新しいなんたらなんたらみたいな感じだったから、よくなんか自分でもよく分かんなくなっちゃって、めんどくさーと思ってすぐ消しちゃった。こんばんは。暑いけど、クーラー、もうクーラーいいよね。もうだって明日から9月だもんね。ちょっとやめとくか。まだつけてますか、クーラー。まだつけてていいのかな。でも最近さ、なんか朝起きると布団かぶってんだよね そう、朝起きると多分寒いのか布団かぶってんだよね。暑いかな、つけようかな。
リモコンが絶妙なんだけど、ちょっとリモコンがこっち来てほしいよね。もう私が取りに行くんじゃなくてさ、めんどくさい本当に。しょうがないから私が取りに行ってあげました。いやもうあっちが来てほしいわ、こっちが動くんじゃなくて。私よりねもうちっちゃいんだから来てほしいです。こんばんは。大きさの問題、そう大きさの問題。そうでも前髪切ったんですよ、昨日も言ったか、前髪切ったんだよね。そういえばすっきりです。私ネイルが折れました。最近の出来事、これネイルが折れた。昨日折れちゃった。最悪。中指、中指が折れました。やだ。ちょっとね怪しかったんだよね。そうなんなら、なんかあのなんだっけ、このネイルにするときにもう、あーここ多分次折れるなぐらいだったの。そう大当たりです、予想が。折れました。結構いったよね。だってさ、ここだよ、この長さとさ、全然これぐらい折れてるから、この白い部分丸々折れたぐらい。こんばんは。弱くなっちゃったよね。まあそれはね、ジェルネイル塗ってるからさ、爪には負担かけまくってるよね。そりゃまあ折れ、いつかは折れる。痛くないやつ、痛くない。なんかギリギリね、なんかギリギリいけてんだよね。なんか折れてはいるんだけど、なんだろう、痛くないところまでしか折れてないの。そうだからね、大丈夫なんです。そうギリギリ大丈夫って感じ。もうあと数ミリいってたら危なかったかなって感じ。伝わんないよね。でもこんな感じです。そう、深爪まではいってない。それが痛かった。それですね。ネイル予約したんだけど、行けるかどうか分かんないんだよね。でも予約入れた、予約は入れました。行けるかな。こんばんは。普通にあのなんだっけ、仕事が入りそう。こんばんは。今日は一日のんびりでしたか？うん、めっちゃのんびりでした。15時ぐらいまで寝てて、そこからドラマ見てたかな。そう、お菓子ちょびちょび食べながらドラマ見てました。なんか昨日から見始めたドラマがあって、でも期限が今日までだったの。そう、ちょっと間に合わんくないと思って、見るの諦めて別のドラマに移り変えました。そう、無理じゃないって思って、まあ頑張ればいけそうだったかもしれないけど、ちょっと無理そうと思って別のに変えた。
見逃し配信なんかさ TVer で見てるんだけど、私ドラマ基本なんかTVer って結構なんか定期的に結構前のドラマとかをやってることが多くて、なんか例えばそのこの女優さんの映画公開記念でなんかその女優さんが出てたドラマが やってますよとかってあるんだけど、そう、それで見てて、そう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 、そう、それで結構昔のドラマとか見ることが多いんだけど、ちょっと間に合いませんでした。TVer って課金アプリ、 TVer 課金じゃないですよ、 TVer めっちゃ使った方がいいよ今の時代私 TVer めっちゃ愛用者、マジでバラエティーとか何でも見れるから超おすすめ。なんかやっぱ家でゆっくりテレビ見れなかったりするからさ、電車の中で見たりとか移動中に見たりとか待ち時間に見たりとかってなんかできるから、携帯はずっと持ってるからね。そう、 TVer もう様々です、ほんと超おすすめ。そう、あのね、GTO 見てたんですけど、そう、間に合わなかった。やっちまいましたね。結構前から多分配信されてたんだろうけど、私が気づくのが遅かったのと、いや、まだ時間あるかと思って、貯めてたんだけど、貯めてたら、最終日になっちゃった。配信最終日になってしまって、もういいやって思って今日諦めた。どの時の GTO？ 2014年かな、最近一番最新のやつじゃないですかね、2014年。今はね、そう、アマプラでドラマ見てます。あ、そうそう、ユリアさんが出てるやつです。そうそうです、当時見てた。いや、見てないけど、見てたのかな、多分2014年のは見てない気がする。もう一個前、いつ、なんかでも見てたんだけど、どのシリーズ見てたかわかんない、覚えてなくてでもなんか夏休みの期間に多分見てたような気もしなくもないかなみたいな。なんか夏休みってよくドラマやってません？私の小学生時代の話だけかもしれないけど、なんかそういう時期ってよく、そう、再放送してるイメージなんだけど、なんかその枠かなで見てたけど、どの時代の GTO か分かんないです。今期のドラマアニメ何見てる？あれ見てます、月曜日の夜のやつ見てる月曜日の夜のドラマ見てるんだけど、めっちゃ怖いそう、めっちゃ怖くて毎週ワクワクしながら見てる。お昼ご飯食べながらよく再放送見てた。そう、私もそのパターンだったかも。お昼ご飯食べたりとか、あとなんか午前中に部活行って走って帰ってきて、そのままテレビつけて見るみたいなやつだったな。懐かしい。そう、よく走って帰ってきてました、間に合うように懐かしすぎていいね。こんばんは。
ミレイちゃんがゆずちゃん好きだね。かわいい、嬉しい。ミレイちゃんとさ、あんまり公園出れなかったのが本当心残りっていうか、本当なんだっけな、福岡のツアーの次の日の鉄なで多分やっと初めてぐらいな気がする。違ったら申し訳ないけど、っていうぐらいやっぱ違うチームだとさ、本当一緒になる機会がなさすぎて、あとはなんかもう特別公演とかなんか周年とかでしかさ一緒にならないから、そう、そう、エスコア出る予定だったんだよ、ミレイちゃん。そうだけどね、そうだからめっちゃ悲しかった、出るって聞いてたからさ、めっちゃ嬉しいと思ってたのに、結局そのエスコアなくなっちゃったから悲しい。本当にミレイちゃんはね、かわいい。かわいい。いや、もうみんな知ってるか。どこで見てもかわいいんだよね。たまになんか最近は本当なんかソロライブかな。ソロライブ、多分練習とかしてて、結構レッスン上で見てたんだけど、チラッとね、マジでかわいいの。まあみんな知ってますよね、かわいいことぐらい。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。ゆずぽさんの15歳ってどんな感じだったんですか。てかミレイちゃんまで15なのか、やば。15歳なの、大人っぽすぎるよね。どんな15歳だったか、結構もう思い出したくないぐらいの15歳だったけどな。思い出したくないってなんやねんって感じだよね。ありがとうございます、ギフト。ありがとう。15歳かって、私入ったのが13歳、あれ13歳、私毎回迷うんだよね、何歳で入ったんだっけな、毎回迷うんですけど、多分13歳、いや違う、14歳か、うん、13歳か、12歳、あ13歳だ、13歳で入ってるんだけど、そっから2年後でしょ、中3、15歳って、あ高1かもしれないのか、中3と高1が15歳か。結構あれかも、あれだ、 S に昇格したぐらいですかね。
中学3年生で昇格してるから、そうだね、チームエース成り立てって感じの15歳でした。いや15歳って2000何年でしたっけ。2018か、2018年ぐらい、2018年、めっちゃ前やん。大富豪、大富豪最近やれてない、やります、今メンテナンス中なんだ、やります、やります。身長めっちゃ伸びてた頃、あーでもそれぐらいかも、中3ぐらいから急にメキメキ、いや中2ぐらいかな、中2中3あたり結構ピーク、毎日足痛くて泣いてました。懐かしい。一番伸びたのがそこかな。でもなんかちょくちょくなんかちょっとずつ伸びて今に至るって感じですかね。そこ過ぎてからはまだ、未だに伸びてるって言われるぐらいだからまだわかんないけど、測ってないからわかんないけど、そうカメラマンさんにさ、また伸びたって言われる。ゆずでかいって言われます。そうこの間ゆずなんかでかいみたいな言われて、そうなんかでかいってなんやねんって感じですよね。そう大きいとかじゃない、なんかでかいって言われた。しかも別にそんなさ特別高いわけじゃないの、なんか別にミヤマルとかに比べたらまだ全然低いし、そうけどなんかでかいって。そうなんかでかいとか言って、なんかその写真カメラマンさんだから写真撮ってくださるんだけど、そうなんか台乗って写真撮ってました、私がでかいから。そう血が大きいせいで台を引っ張り出してきて、それ乗って写真撮ってもらってました。面白いんですよその人めちゃめちゃ。でかいはちょっと傷つく、傷つかない、だって別にでかくないもん。そうなんか175ぐらいからじゃない傷つくのって、まあ人によるんじゃないですか、でも私は別にそんな大きくないから言うて、そりゃなんかちっちゃいメンバーと並んだら大きいのはわかるけど、なんかそこまで世間的に言ったら普通ぐらいだからね、高い部類には入らないから多分私の身長は、別にデカは傷つかないかな、なんならもっと伸びてほしいと思ってるぐらいだからな。
全然です。こんばんは。そう、なんか大きく見られがちだけどね、別にそこまで高くない、163ぐらいだから実際はね。ただでもあれよね、客席が下にあるとさ、あれだよね、結局なんか高くは見えますよね、こう見上げる形になっちゃうとそう見えるよね。小顔だからとても身長高く感じる。ありがとうございます、嬉しい嬉しい。でも顔が小さいのはね、多分お母さんの遺伝ですかね。お父さん別に普通なんで普通なんで、お母さんですかね。こんばんは。私でも結構体型も、体型、顔も、顔はお母さんに。顔はお母さんにですね。劇場で初めてイズボ見た時、顔小さって思った思い出。嘘、でもなんかさ、顔小さいねってなんか結構言ってもらえるんだけど、ありがたいことに。でもなんかさ、それよりももっとちっちゃい人っているじゃん。なんかゆうねちゃんとかさ、あやめろさんとかもさ、めっちゃちっちゃいじゃないですか。だからなんだろう、そういう人たちと並ぶと、えみたいな、顔ちょっと丸くないって思う。ゆうねちゃんとかマジでちっちゃすぎて、もうほんとなんか最近なんか同じチームになってより思うんですよ。なんかちっちゃいどころじゃないよね、ゆうねちゃんは。マジでなんかもうこんなんしか、これぐらいしかなくて、ゆうねちゃんの顔ってもう私の握り、もうこんだけしかない、本当にリアルに。マジでちっちゃい、びっくりするよ。昨日もなんか泉ちゃんが本当にちっちゃいね顔みたいな言ってて、そうマジでちっちゃいんですよ。で昨日なんかゆうねちゃんがおでこ出してて、おでこ出してやっとなんか同じ人間の顔みたいな、同じ人間の顔の大きさみたいな感じなの、ちっちゃすぎて多分私の手のひらで多分隠せる、ゆうねちゃんの顔は。いけるいける、余裕でいけます。多分これもない、なんならこの大きさでもないぐらいちっちゃいです。いや身長ももちろんなんか小さめだから、もう それもなんかあれだけど、いやにしてもちっちゃすぎるね、ちょっとマジでちっちゃいです、本当にちっちゃすぎる。ゆうねちゃんのが年上、そうです、ゆうねちゃんは私の2つ上ですね。初めての公演で見たとき、ゆずぽの足の長さに驚いた。ありがとうございますありがとうございます。もうでもね、なんか贅沢なんだけど、そうスタイルいいねはちょっと、もうちょっと聞き飽きちゃいましたね。贅沢ですよね。でもなんか
もう結構日頃から言っていただくのよ。結構ファンの方もだし、スタッフさんとか衣装さんとかメイクさんとか、なんかめっちゃもう言ってくださるからそう、もういいかなみたいなもういいっていうか、なんだろう、他の部分を褒めてほしいそう、もうちょっと大丈夫です。だからなんかさ、その同じ答えになっちゃうじゃん、ありがとうしか言えないから。だから私のさ、結局なんか、なんて言うんだろう、なんか自分で努力して手に入れたものでもないからさ、この体はそう、結局なんか遺伝でできてるみたいなとこもあるから、なんだろう、そうだし、髪の毛もそうなの、髪が綺麗なのも結構ママ譲りだから、そう、なんかめっちゃ頑張ってケアしてるわけでもないからさ、そう、結局なんかね、そう、むずいよね、贅沢ですよね。やめよう、こういうこと言うの贅沢なって言われちゃうから。パフォーマンスめっちゃ好きよ。ああ、まあそれは確かに嬉しいそれは嬉しいです。それも嬉しいです。はい、ここだけの話ってことで、そういうことにしますフ褒めるハードルここまで高いと感じたことなかった。いや、なんかそのトーク会とかでもさ、結構なんか初めましてとかの前に結構もうスタイルが好きですみたいな人とか全然なんか少なくないからさ、最近よく来てくれるんですけど、そういう なんだろう見た目を褒めに来てくれる方とか、そうそうそう、いるんだけど、そう、こちらもこちらでなんかありがとう、なんか悩んじゃうんですよね。そう、ありがとう以外なんかないかなって思うんですけど、難しいですよね。でしょって言ってみる言ってみていいですかあ、知ってるでいいよ。じゃあ今度知ってるって言ってみます。一番好きなところ歌声かも。あー、嬉しい。歌声も嬉しいですね。頑張ってるからね。最近はボイトレ行けてませんけど、また行きたいけど、あれだな、ちょっとリハが入りそう、終電のリハが入りそうで、なんかいけなそう。声は生まれつきの部類じゃないのかいや、声はでも別に好きじゃないもん、自分の声は。別に低いなって思うからさ。そう、この間なんか TikTok 見てたら、カジケンさんとのコラボ、なんかあと何日みたいな、あの TikTok 上げてらっしゃるじゃないですか、みかんぜん TV のアカウントかな。もうなんか自分の声低すぎてびっくりしちゃって、そう、え、なんか楽しそうじゃなみたいな、低っと思って。結構なんか誰のが流れてきたんだっけな、自分のが流れてきてなくて、マリンかな、なんか声が高めのメンバーの後に自分の見たから、余計に低く感じてしまって、ちょっとなんかショックだったそう、なんかショックだった、低くて。もうびっくりしちゃいました。
そう、なんかラジオとかもさ普段聞かないから、自分が出てるものとかあんまり、 MC とかも私飛ばすタイプなので、 DMM とかもそうあんまり好きじゃないんだよね。喋ってるところ、喋ってるところ見るのも好きじゃないそう見るのも好きじゃないし、聞くのも好きじゃない、何でも好きじゃないです。もう全部が苦手です。歌わリストがわかる。わかるんだ。なんかあんまりわからないかなと思われてると思ってた。マリンとかの方がめっちゃわかりやすくない？私結構書き消されるタイプの歌声してると思ったけど、そうでもなさそう。違うんだ。あんまりわからないと思ってました。私が歌ってるとこ。マリンは別格そうですよね。ゆずちゃんやっほーやっほー、元気か。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとう。髪切れね。今日はもうお風呂上がりなのでグッドです。そう最近ね、そうアイロンが壊れちゃって、そう修理出すんですよね。そうだった。最近低速で外で見れなかった。もう私のギガを与えて、分け与えてあげようか。そうヘアビューロン、そうそうそうヘアビューロン、ヘアビューロン信者なんですけど、そう今故障中なの。もうだからアイロン使ってないの。そのアイロン使わない生活してる。他のアイロン使いたくないから、だから修理に出そうと思って、そうくださいってそう毎月20ギガぐらい余って次の月に行くから、あげるあげる。そうアイロン今ね故障中なんですよ。だからドライヤーでなんとか綺麗にしようと思って、そうドライヤーとあとなんかトリートメントとかヘアオイルとかでねちょっと頑張ってるそう極力アイロン使わないようにそうやってるんです。そのアイロンってお高いやつやね。お高いやつだけど結局石黒家女性3人なので、まあコスパは良さそうですよね。毎日使うから、毎日みんな使うからさ、そう使わない日とかないからさ、そうみんな使うから、なんか1人で使うとかな確かにちょっと高いなって思うかもしれないけど、3人いるからね使う人が、だからそんななんか高いけど、でも本当に髪の毛綺麗になるから使う価値はあるの。もうそれじゃなきゃ嫌だもんだって。でもリファも気になってる、リファのアイロン。お父さん、お父さん使わないです、アイロンだもん。ドライヤーもでもヘアビューロンなんだけど、ドライヤーはみんなそれなので、ドライヤー、ドライヤーも、ドライヤーはでもね割と最近ではないけど、何年前だろう
そんな使ってない、まだ。いつからかわかんないけど。こんばんは。ドライヤーヘアビューロンだと全然違う。うん、違う。どう違うか説明するのが難しいんだけど、でも髪は綺麗になると思う。綺麗になると思う。はい、なると思います。8月が終わりますね。もう8月終わるのやばくない？えぐいっておかしいよ。早すぎるって。アイロンとドライヤーメーカーされるんだね。なんかアイロンだけずっとヘアビューロン使ってて、でもなんか一緒の使いたいよねってなって、多分ドライヤーも買ったんだと思う。そう、どうせなら一緒の使いたいよねってなったんだよね。あとあのいつも行ってる美容院がドライヤーがヘアビューロンなんだけど、そうやっぱいいなってなって多分買い替えた気がする。でも前もなんだっけな、パナソニックかな、パナソニックとかだったよ。パナソニックもでもいいって言うよね。ユハかヘアビューロンか迷ってる。私はね、どっちでもいいと思う。できそう。いやでも本当どっちでもいいと思う。なんかメイクさんがよくリファ持ってる方とかいるんだけど、リファもね、そうめっちゃ風がボーって感じで、そうめっちゃ風量あるから割とすぐ乾くと思います。ヘアビューロンはね、折りたためないの、あれが唯一の難点だと思う。ヘアビューロンのドライヤーカチカチってできるじゃん、こう持ち手こうカチカチってできないんですよ。そうだからね、多分リファって折りたためるはずだからって考えたらリファの方がいいかな、場所取らないから。そうカチカチできないんですよねヘアビューロンは。なんかそのままコード結んでさあ、そうやるしかないの。でも最近なんか結構ドライヤーとかもさ多いじゃん、種類が。迷いますよね。ギフトありがとうございます。ありがとう。あとなんだっけ、もう一個有名なのあるよね、なんだっけ、キヌージョみたいな。最近さタクシー乗るとさよくその広告見る。キヌージョ、キヌージョ、キヌージョみたいなやつ。もうなんか良さそう。キヌージョ？どっち？キヌージョ？あるよね。ありがとうギフト。ありがとうございます。こんばんは。
髪を早く乾かすために風量に一番注目してる。風量ね。なんかたまにさ、めっちゃうるさいドライヤーとかない？そう、なんかめっちゃうるさいやつとかあるよね。なんかさ、ホテルとかさ泊まるとさ、なんかこんなちっちゃいくせにさめっちゃうるさいみたいなありません？いや、ちっちゃいんだから音もちっちゃめであれよって思うんだけどさ、そのなかなか乾かないし毎回ドライヤー持っていくか迷うんだけど、ホテルのドライヤーが嫌すぎて。そう、でも結局場所取っちゃうから、いや、いっかと思って、そう、ホテルの使うんですけど、マジであるよな、全然乾かなくない？ホテルのドライヤーって。一回なんかあのサロニアのドライヤーの時があって、神かなこのホテルはって思いました。そう、なかなかなくない？なんかいつもなんかほんとさ、こんなちっちゃい片手で持てそうなドライヤーだったりするじゃん、ホテルのドライヤーって。そう、一回結構なんかさ、いいとこのドライヤーってことがあって、マジよっしゃーってなった、ガッツポーズ。弱々のシャワーヘッド、わー、わかる。なんかもうほんとさ、やめてくれって思いますよね私ホテルのお風呂あんま好きじゃないんだけど、結構好きじゃないんですけど、いや本当に入りたくないぐらいには好きじゃないんですけど、いや、わかる、マジで。なんか当たってんのってくらい出ないとことかあるよね。あるある、あれもよくない？なんかほんと小雨ぐらいのシャワーの時とかある本当になんか、え、髪の毛洗えてる？みたいなさ。そう、水圧弱々ヘッジ、弱々のなんかシャワーとかありますよね。こんばんは、ありがとう、ギフトありがとうございます。私なんか大体さ、そのなんかさ、あの自分がさ、こう調整したい位置にシャワーヘッドがさ固定されなくてさ、なんかいつもなんかうんってなるうんってなります。全然なんかいいように使えないのがすごい嫌だなってなる。 ありがとう、ギフトありがとうございます。ありがとう。そう、うんってなります。困ってる、それで毎回。あ、50分だ、そろそろ終わろうかな。ありがとうございます、今日も。ありがとう。わあ、もう来月じゃないや、明日から9月なの、やばい、やだやだな、早すぎ。ありがとうございました。おやすみなさい、またね。ありがとうございました、バイバイ、おやすみなさい、またね、おやすみ、ありがとうございました。